や久しぶりの悩みありなフィービー、急に電源入れちゃった、そう、塩釜行くぜ、塩釜。いや大変だった。楽器と荷物は積み込んだ。今日はね、特にね、何の準備も、いや何の準備というか、あのケータリング的なもんとかね、そういうのは持ってないんだけどね、ちょっと忙しかったね。ずっと忙しくて、久しぶりのお楽しみっていう感じで、いや参りましょう。とりあえずいろいろあったけど、さまざまなことがあったけど、ここまで来た。いやマチルダもいる。マチルダも、はい、知ってる。マチルダもいて、そりゃいますわ。あら、マチルダ消えた。でもまあ、そういうことですよ。とりあえず塩釜に行って、あの伝説のミュージシャンとセッションしてみるっていうね。あのしかもね、いいとこ取ったよ。なんだっけ、あの杉村美術館っていうやばいところをあの予約してありますんで、ちょっとね、今日はね、楽しみな一日に、ね、なるね。行ってみよう。こごむるというか、ああ。